ハートゥーレビットベーシック 1-1-77 外交設定についてです。リムシムレッスン TV オンラインはこちらの YouTube チャンネルで、オートディスク社製品のオートキャドとレビットを中心に便利な使い方、パソコンのトラブルの解決方法などをノウハウをもとに分かりやすい動画と解説でお届けしています。外交設定についてです。プロジェクトのグローバル外交設定はいつでも修正することができます。投稿線の感覚値の設定、ユーザー設定の投稿線の追加、断面マテリアルの選択を行うことができます。投稿設定に行えた変更の結果を表示するには、外交平面図を開いてください。断面マテリアルに行った変更の結果を表示するには、断面図を開いてください。いかがでしたでしょうか。本日のビムシムレッスン TV オンラインはここまでです。また次回お会いできますことを楽しみにしております。スノーオータムでした。